新型コロナの影響で4年ぶりの開催となった松江レディースハーフマラソン。午前10時過ぎ、松江城大手前をスタートしました。レース序盤は速いペース。パナソニック4年目の中村優希など先頭集団がレースを引っ張ります。中盤は大阪芸術大学の北川光など3人の学生選手たちと激しいレースを展開しますが、18キロ過ぎで中村が仕掛けます。順位よりもタイムと話していたんですが、パナソニックの中村勝負に出ました。4年ぶりの頂点に立ったのは中村、そして学生チャンピオンは北川。ゴール直前まで繰り広げられたデッドヒートを制したのは中村。北川など学生選手を退け優勝を果たしました。